チャンネル66。What's up 66ジンです。今回はファインクリーク&コーのロングヒルディアの紹介をいたします。秋口となってきましたので、このような革ジャン一着持っていると重宝しますんで、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。今回の動画の内容はロングヒルディアの解説、そして当店に38のサイズと40のサイズ1着ずつございますので、そちらの方を着用してサイズ感と着用したところを見ていただきます。革ジャンに興味がある方は動画概要欄の方にリンクが貼ってありますので、そちらの方をチェックしてください。それでは解説をしていきます。ワインクリック&コーのロングヒルですね。今回はディア鹿革で製作されました。はい、こちらの形ですね、はい、あのダブルの形なんですけども、もう本当にね、展示会の時見た時からすごく形がよくって、すごく着た感じがかっこよかったんで、うちでも取り扱いさせていただいております。で今回ね、先ほど言ったようにディア鹿革なんですよね。これがね、もう今回初めて入ってきた時にもう見たら、そしたら今までのファインクリック&コーの鹿革も素晴らしかったんですけども、これは特にすごいなと、もう箱を開けた瞬間から思いました。というのも、もう 1.6 ミリから2ミリ厚ぐらいの鹿革で製作されているんですけども、もうまるでもう本当にもっともっとあるんじゃないかと思うぐらいのこう威圧感というか、この見た目ですね。そして霜もすごい素晴らしい霜が入ってます。まるで鹿でもエルクじゃないかっていうぐらいの、エルクってね、でかい角の鹿のような、はい、動物いますね。あれの皮じゃないかと思うぐらい、エルクはね、まあ、ワシントン条約とかいろいろなもので、まあ、皮は入ってこないんですけども、あれに近いぐらいの素晴らしいこの武骨さの皮で入荷されました。今回特別スペシャル、まあいろいろ個体差はあると思うんですけども、今回はこのその個体差の中でもスペシャルなものが入荷されてきたんじゃないかってすごく驚きました。でこの形ですけども、形は1930年代ですかねぐらいの、ライアスジャケットを元に制作されております。アビエータジャケットですねと言われるもので制作されております。こうね、ボールチェーンがついてジップもいっぱいついててね、あとスラッシュポケットですね、のここジップじゃなくスラッシュポケット、両玉靴のポケットがついております。そしてダブルで意外に上の方に襟がついているんで、すごくスタイリッシュにこう見えるんじゃないでしょうか。あと袖の方も、もうヴィンテージのものよりもアームホールが細めに作られているんで、こちらもスタイリッシュに着られると思います。袖口はジップじゃなくってカフスになっております。はい、ね、で僕が一番かっこいいなと思ったところは、まあ、襟ももちろんかっこいいんですけども、このね、裾のカットですね、こうね V 字にカットされているんです。今こうやって吊るしてかかってるとね、ちょっとまっすぐに見えるかと思いますが、意外にこう着てみるとこう V 字になるんですね。若干ショート丈であってもこう V 字になってて、もう着た時にものすごくかっこよく着られます。で前もね、こう前立てもしっかりあります、はい、開けてきてもめちゃくちゃかっこいいですね。それでは後ろの方ね、バックスタイルの方を見ていただきましょう、はい、もう全然ね、普通のねライダースジャケットとは違う感じで、ね、プリーツがこう3つね、背中にはついていて、ウエスタンカットにヨークがなっております。で腰のあたりにもしっかりとこう張り当てがありまして、アジャスターがサイドについております。で腰もしっかりね、こうバイク乗る方でも保護できるように、はい、若干長めにこうラウンドされていますね。でこのプリーツがもうミソですね。やっぱりこう動く時にすごく動きやすい、しかも馬側じゃなく鹿側ね、馬よりも柔らかく仕上げられているんで、すごくそれも手伝って柔らかく着やすい感じ。しかし鹿革といえども、この僕もねこれ羽織っては見たんです。あとでねまた羽織ってもあの見ていただくんですけども、素晴らしいこの武骨さっていうか、もうしっかりした感じですね。そこがもう本当にミソですね。はい、このね脂肪感ね、見て取れますでしょうか。この脂肪感がもう素晴らしいです、はい、襟もねしっかりこう
っております。背中もね、もう本当に傷っていう傷がね、まるでわかんない、もう埋まっててわかんない、もう鹿革というとね、傷がね目立つっていうイメージがありますが、ほとんど見受けられない、こう素晴らしい、ね、厳選されたレザーですね、ディアで仕上げられていますんで、もうぜひともおすすめ、ぜひとも入手していただきたいレザージャケットとなっております。それでは38、40の方のサイズ感の方を見ていただきます。はい、ロングヒルの38のサイズを着ました。ディアですね。はい、めちゃくちゃ着心地いいです。裏側もね、キプラ貼ってあるんで袖通りもいいです、ね、アームホールはすごく細めです。まあ、まず買ってみます。こんな感じですね。はい、前ちょっと貼ってみますね。こんなイメージ、38、もうジャストっていうイメージですね。すごく柔らかくて着やすいです。40のサイズ着てみました、ね、僕なんかはね、おそらく40のサイズが、ちょうどいいのかなと思います。袖もね、細身ですね。やっぱりこのカット、このカットがすごくかっこいいカットかと思います。あともう本当に質感もいいし、もうさらっと着れるジャケットです。はい、イメージ的にはこんな感じ、後ろもね、かっこいいですよね。袖若干長いんですけど、着ていくうちにシワで短くなるんでちょうどいいと思いますよ。いや、欲しいジャケットですね。今回紹介した鹿革のレザージャケットはめちゃくちゃ軽くて柔らかくて、すごく着やすい革ジャンになっておりますので、とてもおすすめとなっております。この革ジャンが気になった方は動画概要欄の方にリンクが貼ってありますので、ぜひそちらから購入してください。今後も新作など入荷してきたものを真っ先にお届けしますので、チャンネル登録してお待ちください。それでは次の動画でまたお会いしましょう。さよなら、また見てね。